おはようございます。レイです。1月11日水曜日の今日は鏡開きです。正月に年神様に備えた鏡餅を雑煮や汁粉にして食べ、一家の円満を願う行事です。武家社会の風習だったものが一般化したものです。刃物で切るのは切腹を連想させるため、手や木槌で割ったり砕いたりします。また切るという言葉を避けて開くという縁起の良い言葉を使っていますね。ちなみにね、地方によって日が違いまして、京都では4日に、他に20日に行う地方もあるそうですね。江戸時代新年の吉日に商家では蔵開きの行事をしましたが、武家においての新年の11日に行われる行事で、鎧などの具足に備えた具足餅を下げて雑煮などにして食し、20日を祝うとした行事です。また、女性が鏡台に備えた鏡餅を開くことを初顔を祝うと言いました。この武家社会の風習が一般化したものであります。ちなみにね、江戸城では重箱に詰めた餅とあんが大奥にも送られ、汁粉などにして食べていました。鏡は円満を、開くは末広がりを意味します。また鏡餅を食すことを歯固めとも言います。これは硬いものを食べ、歯を丈夫にして年神様に長寿を祈るためと言います。鏡餅の割れ方で占いをする地域もあるそうで、鏡餅の割れが多ければ豊作と言われているそうなんです。そして今日はね、酒だるの日でもあるんです。奈良県の長龍酒造が2009年に制定。この日は鏡餅を開く鏡開きの日でありますが、酒だるの蓋を割って開けることも鏡開きということから来ています。もう一つね、今日はね、塩の日というのがありまして、1569年、武田信玄と交戦中の上杉謙信が、武田方の領民が今川氏によって塩を断たれていることを知り、この日越後の塩を送ったとされています。この話が敵に塩を送るという言葉のもととなりました。塩にまつわる武田信玄と上杉謙信、二人の武将に思いを馳せながら、酒樽から酒を汲み、塩を舐めながら酒をいただく、なんてことがしてみたいですね。それでは皆さん、今日も良い一日を。